こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの非常にオーソドックスなですね、ポピュラーなレンズになっております。エルマーの 50mm3.5 の、振動タイプ M マウントになってますね。はい、エルマーの 50mm 振動タイプというとですね、バルナックライカ用のスクールタイプのものがですね、とてもポピュラーというかですね、非常に多く出回ってるんですけれども、こちらは M マウントですね。はい、シリアルがこっちですね、1146978ですので、1954年ですねのエルマー 50mm ということになりますね。54年というとですね、やっぱりライカ M3 が発売された年なんですけれども、それに合わせてですね、エルマーも M マウントになって、バージョンアップしたということになりますね。はい、ということで外観から見ていこうと思います。外観はご覧の通り、うっすらとまあ使用感、経年感は見られるものの、ひどい擦れ当たりとかですね、そういったものは瑕疵は見当たらないですね。どっかに落として歪んだりとか、ぶつけたり擦ったりとかした跡はないですね。このバレルの部分も非常にピカピカで綺麗ですね。外観は概ね綺麗ですね。ご覧の通りです。はい、レンズもですね、綺麗ではあるんですけれども、前玉にですね、ややちょっとですね、この拭きすれがちょっと見えるかなという感じですね。ビデオだと全然わかんないと思うんですけども、LED とかのライトにですね、強い、光源に照らしてみると、前玉にちょっとすれがあるのがわかると思います。はい、まあ、もちろんですね、撮影して画質に影響が出るようなものではないんですが、一応ご留意ください。はい、で後玉はもちろん綺麗ですね。ツルツルで綺麗ですね。で中玉にも曇り、カビ、バルサム切れといったものは全くありませんね。はい、で絞りの動きも軽快で滑らかです。油の乗り、羽の痛みとかもないですね。でこの振動もですね、スムーズにしておりまして、ロックもしっくりとしっかり締まってますので、この絞りの動きでですね、ぐらぐら動いたりとかしないですね。はい、ピントのヘリコイドも、はい、滑らかに回ってますね。はい、非常に軽く滑らかに動いてはいますけれども、グリスが切れてスカスカになっちゃったりとかですね、逆にこのグリスが固着して動きムラがあったりとか、そういうことは全くしないですね。はい、無限ロックもしっかり効いてます。付属品がリアキャップとこちらのフロントキャップになっております。はい、ご覧のセットでお届けいたします。非常にいい状態のですね、まあ、実用十分なエルマー 50mm F3.5 の M マウントですけれども、念のため末永くですね、お使いいただくために全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、ライカのポピュラーなオールドレンズ M マウントですね。エルマーの 50mm F3.5。はい、ライカ M マウントになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。